気流は掴んでる。もうすぐだ。いよいよだな、団長。改めて実感するな。たどり着いたのね。忘れられた空、ゼーガグランデ空域へ。やったな。これでまた空の果てに一歩近づいたぜ。空の果てが近づくのは嬉しいですけど、こうしてずっと旅を続けるのもいいなって思うんです。私、みんなと一緒の空の旅が楽しくて、いつまでもこうして旅を続けられたらって。そうだな。見に行こうぜ。ね、なんだこのセット。空、おい、あの、そのなんだそいつ。空ルリア、なんだか嬉しそうだな。この風、あら、やぼ、うっさい。そうよ、ラカム。ちょっと子供っぽいのはラカムの方なんだから。まあまあ、イオちゃん、気分を切り替えて新しい空を楽しみましょう。新しい、守る空団長。まだ教会を抜け切ったわけじゃねえ。気抜くなよ。みんないつもの調子って感じだったな。さて、停留できる島そろそろ見えてこねえかな。ん？みんな構えろ、魔物だ。デュリアが危ねえ。急いであそこに行くぞ。ワイバーンの群れだと。雲に隠れてやったのか。いいよ、ロゼッタ、下げ側の奴らを迎撃してくれ。わかった。この野郎、邪魔するんじゃねえ。テラ、このまま行くよ。こんな、テラ、ヤ、それえ、はい、そこだ。いい反応だぜ。ヤ、ハ、テラ、ヤ、ヤ、テ、はい、そこだ。うまくかわしたな。やっ、はっ、たっ、えっ、はっ、やっ。よし、今のうちにルリアのところまで走れ。団長、ルリアを。
ケーキ漬けにはちょうどよかったな。ざっとこんなもんだぜ。やりました。気でないことは確かだな。クソ、シャレになってねえぞこりゃ。ぶん殴ってでもバーム島を引き離してくれ。すまないルリア、このまま攻撃し沈めさせてもらう。なんとかしねえと本当にまずいぜ。ハムート、お願い、やめて。まだ終わらせる。離脱者、おいラカム、旋回して離せねえのか。無茶言うな、機動力じゃ勝てっこねえ。迎撃するんだ、今はこれしかない。お願い、私の声を聞いて。何かに邪魔されて声が届かない。気をつけて、仕掛けてくるわ。くそったれ、こんなのありかよ。全員無事か。今ので動力部をやられちまったらしい。このままじゃ浮力喪失高度まで降りちまう。おいで。分かった、修理は任せろ。そっちはギリギリまで落下速度を抑えてくれ。万事休すとは思いたくない。限界までやるぞ。上昇する。振り落とされんなよ。やった、頑張ってクランさん。
ハモートが遠ざかっていくぜ。暴走が収まった。これはダメ。おいおい、あんなの食らったら一発で大打物だぞ。なんとか回避できたが、次もうまくいく保証はできねえぜ。あいつ正面に回り込む気よ。この距離じゃどっちみち避けられぬ。みんな衝撃に備えろよ。うわぁ、おうちゃだけやかも。どうだこっちくしょうが。一応まだ無事みたいね。バハムートが選手に攻撃の好機だ。手を逃がさないよ。終わらせ。次の手に出る時間を与えるな。攻撃を続行するんだ。やったか。大丈夫だよ。やれやれ、一時はどうなることかと。あれ、ルリオ、ボブギい暗闇の中、ルリアの声が聞こえる。以前にもこんなことがあった。あれは旅の始まりとなった日、帝国から逃げてきたルリアと出会った日。助けてあげたいと思った。でも私は命を落として。今度は私があなたを助ける番です。私の力あなたに預けます。私の力を使ってください。きっとあなたなら。命のリンク。ルリアは不思議な力で一つしかない命の半分を私に分け与えた。その事実がくすぶっていた空の果てへの憧憬を旅立ちの決意へと変えてくれたんだ。空の果て、星の島イスタルシア、あらゆる望みが叶うとされる伝説の地。そう、ルリアと仲間たちとイスタルシアを目指して旅をしている。イスタルシアにたどり着けば、私とルリアの命のリンクもきっと。私は今どこにいるのだろう。そうだ、船から落ちてしまって、ルリアとピーも。起きてくれ。起きないってば。
大丈夫か？たく、心配させやがってよ。助けられた時の夢、今の状況が影響してんのか。実はさっきからルリアが見当たらねえんだ。きっと近くにいるはずだ。あたりを探してみようぜ。にしてもでかそうな森だな。迷わねえように気をつけようぜ。心配してるよな。なんとか合流できるといいけど、下の奥に道が続いてんな。なんとかして通れねえか。いい調子。これで進めるぜ。ルリアの姫、この先だ。抜けてみんなと合流しねえとな。